令和3年2月25日、任期満了に伴う阿蘇市長選挙で、無投票当選した佐藤義興氏に当選証書が付与されました。この日、佐藤義興氏は午前9時過ぎ、阿蘇市役所の職員や支持者らが出迎える中登庁し、そして玄関前で職員から花束を受け取った後、5期目の抱負を次のように語りました。コロナ禍からの復活、そして命と健康を守る医療、福祉、介護、最も大事な教育、人づくりを充実させること、それと同時にこの重要な経済基盤である農林畜産、商工観光の確立を図りながら、再建の決意で与えられたこの4年間、しっかりと頑張っていきたいと思っております。当選証書付与式では、阿蘇市選挙管理委員会の佐藤照氏選挙管理委員長が当選証書を手渡し、阿蘇市民の代表として阿蘇市の未来のために力を尽くしていただきたいと述べました。今回の市長選挙に佐藤義興氏は、責任と実行、確かな安定、大きな明日のスローガンを掲げて立候補、無投票で5選を果たしました。